あ、やべ、着いた。マジか、やべ。かっけえ。こうなっとんの？電気とか。すげえ、3D プリンター本格的や。はい、ということでね、今日はね、暇だったんで、あるものを買いました。ってことで、箱の大きさはめちゃくちゃでかいっす。ということで、一応、こんだけ。1、2、3、はい、まあこのぐらいですね。何を買ったかというと、はい、 3D プリンターを買いました。んごってことで、まあ買っちゃいましたね。いろいろやってみたかった。 3D キャドできるんで一応買ってみました。買ったのは一応ね、ダヴィンチ 1.0A ですね。よし、では開けていきましょう。なんか余裕組み立てなのかな。そしてこんな感じついてました。グリップを持ちプリンターを取り出しますってことで、多分この位置っすね。このまま出す。よし、でっかいぞこれ。で、これ一旦ちょっと一旦2回持ってきますわ。やべえなこれ、持てるかな2回。ついに、やべ、危ねえ。しまった。今この箱の中、ここ見たらこの材料が入ってました。買わんでもよかったんや。余分に買っちゃったし、3000円ぐらい出して。まあいいや、これそのうち使えるでいいか。